次の仕事は。私もよ。久しぶりね。最近調子はどうかしら。楽しんでいるみたいで何よりだわ。お前はどこに行ってたんだ？手がかりを探しながら、ついでに気分転換でもしようと思ってね。実は世界樹を救った後から私の記憶に一部曖昧な断片が存在するの。まだ一つ、何かすごく大事なことが残っている。それをうっすらと覚えているのに、それが何なのか、どうしても思い出せなくて。え？なんでそんなことが？心配すんな！思い出せるよ、オイラたちが一緒に手伝ってやるぞ。ええ、ありがとう。それなら、一つ見せたいものがあるわ。おお、すごく綺麗だな。しかも、なんか力に満ち溢れてる感じがするぞ。これは、私が、スラサタンナ聖書で見つけたものよ。でも、私はこれについて、全く見覚えがないの。中には、純粋な元素力が詰まっていて、私の力にかなり似ているけど、少し違うみたい。曖昧になっている記憶と、何か関係があると思って調べてもみたわ。でも、収穫は何もなかった。旅人、お前は何か思い当たることないか？じゃあこうしようぜ。ナヒーダ、オイラたちこれからちょうど冒険に出ようとしてたところなんだ。もし何か手がかりを見つけたらすぐお前に教えてやるぜ。ありがとう。まさかまたあなたたちに面倒をかけることになるなんてね。そう遠慮すんなって。お前こそまだ心配事がたくさんあるんだろう。ほら、どっか行け。ここはキノコンが来ていい場所じゃない。申し訳ありません、宗神様。キノコンは普段ここに近寄らないのですが、まだどっか行かないのなら力ずくで追っ払うぞ。ちょっと待って、この子何か言おうとしているみたい。宗神様、こいつは魔物ですよ。大丈夫。ええ、そう、いいわ、大体わかった。どうやらこの子、私たちをどこかに連れて行きたいようね。今のでわかったのかよ。ええ、生き物によって生活習慣やコミュニケーションの取り方に違いはあれど、その感情は共通しているわ。この子からは焦りと恐怖を読み取れた。私たちの助けを必要としているみたい。まあ確かにキノコンは可愛いやつだけど。そうだな、
この子が道案内をしてくれるはずよ。見た目はみんな似てるけど、キノコンの中には穏やかなやつもいれば、凶暴で人を見たらすぐ襲いかかるキノコンもいるんだよな。仕方ないわ。この子たちの目には人間が凶悪な魔物に映っているのかもしれないもの。この子たちには人間の行動に攻撃性があるかどうかなんて理解できない。そして人間が武器を出す頃には手遅れになってしまう。ならいっそのこと先手を打ってそれから考えた方がいいでしょ。なんだか人間の考え方とあんま変わらない気がするな。だから言ったでしょ、感情は共通しているって。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえ、仕事がまだ終わってません。休んでいいのでしょうか。なるほどね。あんなに焦っていたのはこのキノコンが気絶していたことが原因みたい。見たところこいつら家族っぽいな。つまりこのキノコンはナヒーダに家族のことを見てもらいたかったってことか。おそらくそうね。キノコンの思考は単純なものだけれど、元素力に対してはかなり敏感だわ。きっと私が戻ってきた時に気づいたんでしょう。私ならこの子を助けられるかもしれないって。見せてちょうだい。よくある症状ならなんとかできるはず。え、どうしたんだナヒーダ。どういうこと。おかしい。このキノコ胞子から進化した生命体ではなく元素生物だわ。え、元素生物？ええ、普段あなたたちがよく目にするキノコンは元素力を使えるけど、それはあくまで自然界にある元素力を借りているに過ぎないわ。でもこのキノコンには体表の下にキノコン類と同じ生態構造がない。その代わりに元素が渦巻いている。ええ、実に不思議だわ。こんな生き物見たことがない。ナヒーダが知らないなんて。見たところ
この元素力の塊に巨大な穴ができているわ。この穴が元素力の正常な流れを阻み、この子を気絶させているみたい。じゃあその穴を埋めればこいつは目を覚ますってことか？ええ、そのはずね。これはちょうど私が最も得意とすることよ。今すぐ治療してあげましょう。力がうまく融合しているわ。もう心配する必要はなさそうね。草の王、草の王ですか。私をお救いくださったのが草の王だなんて、ありがとうございます。それに隣にいる見知らぬ人と生物にも感謝を。うえー、キノコンが喋った。見知らぬ生物が言葉を発するなんて、私もあなたと同じくらい驚いています。オイラはどっからどう見ても喋れるだろう。それからオイラは見知らぬ生物じゃない、パイモンだ。パイモンというのですね。こんにちは。私はまだ見た目で生物の知能指数を判断できません。言葉を発してから初めてあなたが喋れることを知ったので。いや、そんなに真面目に答えなくてもいいって。オイラの見た目って言葉を話せないように見えるのか。そんな風には見えないと思ってたけど。誤解です、パイモン。口という器官には言葉を発する以外にも食事や呼吸といった重要な機能があります。口があっても必ず喋れるとは限りません。あなたは今までに見たことない生物でしたので、憶測だけで定義づけることもはばかられました。あなたの見た目が人間と相似したものでも、外見の似たキノコンとスライムのように中身が全く異なるケースだってよくあります。このキノコン、奨励院で勉強でもしてたのか？オイラよりよく喋るぞ。あなた、やはりキノコンではないよね。ええ。あなたたちからしたら、少し唐突なことでしょう。きっと、聞きたいこともたくさんあるかと思います。まずは、場所を変えましょう。私がわけのわからない言葉で長々と喋っていたら、私の家族が、怖がってしまいますので。助けてくれてありがとうと言っています。私はテイワットにいる全ての生物を知り尽くしていると自負しているわ。この目で見たことがなくとも相応の知識を持っているつもりよ。でも、すべての元素生物の特徴と比較しても、あなたと一致するものが見当たらない。あなたは何者？一体どこから来たのかしら？私は、非常に古い種族の生まれです。私たちは、長い年月もの間、ずっと存在し続けてきました。おそらく、それはどんな記録よりも長いかもしれません。私の故郷は清らかで美しく、緑にあふれたところでした。私と私の家族たちは、何の憂いも心配もなく、日々を楽しく過ごしていたのですが、世界の滅亡が訪れたことで、故郷は一変しました。恐ろしい力が全てを飲み込み、最悪の種が、私たちの体内に根ざして芽生えると、やがて歪んで制御が効かなくなったのです。世界の滅亡の被害者でありながら、世界の滅亡そのものとなりました。世界の滅亡？私にもよくわからないわ。
一種の偶話のようにも聞こえるけど。すごく複雑で、とても長い道のりでしたので、すぐに理解していただけるような説明は、できそうにありません。大丈夫よ。別に責めているわけじゃないから、続けてちょうだい。はい。私は運よく生き残り、一部の家族たちと一緒に故郷を離れました。スメールで故郷を救う方法を探そうとしたのです。私たちは様々な種族と交流をして、その文化と知識を学び、世界の滅亡の真相を理解しようとしました。後になって知ったのですが、世界の滅亡の力は人間から禁忌の知識と呼ばれているそうです。禁忌の知識がお前の故郷を滅ぼした？じゃあまさかお前は砂漠から来たのか？いえ、今も故郷を救う方法を探しているのよね。でも砂漠の災いはとっくに終わったはずよ。草の王の言う通り、砂漠ではありません。自分の故郷の場所をあなたたちに教えてあげたいのですが、残念ながら忘れてしまいました。滑稽に聞こえるかもしれませんね。私と私の家族たちにとって一番大事なことだったというのに。どうしてそんなことになったの？私は世界の滅亡により汚染された生命体。その汚染が消えた時に一部の知識と記憶も持っていかれたのです。なるほど、そういうこと。あの元素力の穴も禁忌の知識が消えた後に残されたものね。ごめんなさい、こんなことが起こるなんて予想していなかったの。大丈夫です。草の王が謝る必要はありません。あなた様が動いてくれていなければ、私が失っていたのは知識と記憶だけではありませんでしたから。それに私だけが救われたわけではなく、この世界に残された禁忌の知識も全て草の王によって一掃されたのですよね。ええ、禁忌の知識はもうないわ。あなたの故郷も救われたはずよ。私の故郷も救われた。故郷に帰れる。ずっとずっとこれは希望の見えない願いだと思っていました。それがまさかこんなにも早く叶うなんて。私は一族の使命を果たせず、故郷を救う方法を見つけられませんでした。天津さえ、故郷の場所さえも忘れてしまいました。あなたのせいじゃないわ。十分よくやってきたのだから。どの種族も禁忌の知識に対抗するために重い代価を払ってきた。これは一つの個体が背負うべき責任ではないの。さっき言っていたけれど、その故郷の生き残りはあなただけじゃないのよね。他の家族はどこにいるのかしら。もしかしたら場所を覚えている子がいるかもしれないわ。世界の滅亡は私たちをひどく苦しめ、多くの家族の命を終わらせました。誰が生き残っているのかは私にもわかりません。そうなのね。でも心配無用よ。私に任せてちょうだい。他の子たちを見つけられると思うわ。ウリンは私の眷属たちに任せるとして、シティは善良な子供たちに頼みましょう。眷属？かわいい子たちよ。ただ人見知りなところがあるけれど。ちょっと待っててちょうだい。すぐ連絡するから。これでいいわ。見つかるまで多少時間がかかるでしょうから、少し待ちましょう。ありがとうございます、草の王。私たちは皆信じていました。草の王が約束を守ってくれることを。目が覚めてあ
様を見たその瞬間からある予感がしていたのです。あなた様は約束を果たすために来てくれたのだと。約束？もう覚えていないかもしれません。でもこれは私たちが深く信じている予言です。最悪が終わった暁には草の王が私たちを故郷まで連れ戻してくれると。そうだったのね。本当にごめんなさい。私の記憶にも少しおぼろげな部分があるの。でもあなたたちの故郷を心配しているのは事実よ。私に迷惑をかけるとかは考えないでちょうだい。これは私がやるべきことだから。では情報が集まるのを待つ間、ある場所まで一緒に来てもらえませんか。共に帰郷できる家族は多いほどいいので。でもどこにいるのかわからないんだろう。はい、でも私はその最後を知っています。歩きながら説明しましょう。正真正銘のお宝だ。冒険だ冒険。一つとても気がかりなことがあるわ。あの子の前ではあえて口にしなかったんだけど、結晶の力が私のものと似て非なるものだって話したのは覚えているかしら。実は結晶の元素力があのキノコンのものと全く同じだったのよ。なんだって？ええ、あの子が言っていた予言は、その種族を代表する元素生命がかつて私と結んだ約束のはずよ。その故郷を救うためにはまず禁忌の知識について解決しなければならない。でもそれをすれば私に影響が出ることになる。今までずっとやり残したことがあるように感じていたけれど、これで説明がつくわ。なるほど。でも、あいつから得られた情報が少なすぎるよな。残念だけど、これじゃ難しいんじゃないか？そうね。
あの子が説明してくれた故郷を私もずっと考えていたけれど、思い当たるところはなかったわ。ええ、あの子たちを故郷に返してあげないとね。もうさまよい続ける必要はないんだから。案内します。ここは少し歩きにくいので。安心しろ、オイラに歩きにくい道なんてないからな。うわあ、敵だ。 お前に任せた。よし、出発だ。お触り禁止。招かれざる客。せぇ、瑠璃のように落ちなさい。部外者禁止。あなた方はかなりのやり手のようですね。たとえ世界の滅亡の中にあったとしても、生き残る術を見つけられたでしょう。そういえばずっと聞きたかったんだけど、お前たちって元からその姿だったのか？いえ、私たち種族は環境に応じて姿が変化するんです。このスメールの土地で様々な生物と交流をした後、キノコンこそがこの土地に最も適応した生命形態であると気づきました。そのため、私たちも徐々にキノコンの姿となり、その種族に溶け込んでいったのです。そんなこと生命にとって一番重要な本能は適応することではありませんか。これ式のこと、何も驚くようなことではないと思いますが、あなたの手がそのような形をしているのは、道具を簡単につかみそれを使うためです。そしてキノコンが元素力を吸収するのは、環境に溶け込み天敵から身を守るためになります。私たちは草元素生物であり、この大陸に生息する最も古い生命の一種、ゆえに適応力もいささか高いのです。つまりオイラが望めばオイラも姿を変えられるってことか。もちろんそこまで自由なものではありません。時間の助けも必要となります。こういったことは全て私たちにとって常識ですが、説明するとなると難しいものですね。簡単に言えば、形態を変化するには力が必要で、その力は時間に由来します。苗を一瞬で大樹まで成長させることはできませんし、木々を一瞬で実らせることもできません。なるほど、人間にも似たような言葉があるわよ。つまり成長ってことね。おお、さすがナヒーだ。その言葉ですぐに理解できたぜ。成長、なるほど。ではこれこそ成長ですね。素敵な言葉です。道中ゆっくりとこれを噛みしめるとしましょう。あとどれくらいで着くんだ？もう半分過ぎました。頑張ってください、バイモン。おんぶでもしましょうか？いやいや、ただ聞いてみただけだって。別に疲れてなんかないから。どうやら人の世話を焼くのが好きなようね、あなた。そうなのでしょうか。草
草の王もいかがです？おんぶしましょうか？そんなことしたらお互い動きにくくなると思うわ。それより私の頭の上に乗るのはどうかしら？またその話は後にしようぜ。また魔物が現れたぞ。燃えろ、はびこれ。お触り禁止。はっ、どうやらおんぶという行為への理解が違うようです。疲れているかどうかに関係なく、背におんぶして高く持ち上げるだけで子供はいつも喜んでくれていました。子供？最初に会った2匹のキノコンのことか？はい、あれは私の友人と、それから私の子供です。お前の子供は喋れないんだな。あの子はただのキノコンですから。私の存在によってキノコンの一族に変化をもたらしたり、本来の姿に影響を与えたりはしたくありません。でもあの子にも普通のキノコンとは違うところがあります。あの子は人間の言葉を漠然と理解することができるんです。ですから名前をつけてみました。の、きっと可愛い名前なんだろうな。例えばポコポコビーディーみたいに。パイモンは名前の付け方が独特ですね。あれ、おいらこの名前にはすごく自信があったんだけど。不思議な響きの中に愛らしさが詰め込まれているわ。これはパイモンにしか思いつかない名前ね。ひひ、そうだろ。私がつけた名前はパイモンのものほど創意に富んだものではなく、冒険者から学んだ言葉です。確かごめんなさい、これも忘れてしまいました。どうやら私は重要なことをたくさん忘れているようです。はい、帰る前に絶対思い出さないと。これは故郷と同じくらい大事なことですから。こちらです。もう少しで着きます。聞いたことがあります。これが私たちのような生命の末路であり、最後に見せる姿です。よくわかんないんだけど、どういうことだ？この子が言いたいのは、生命が散々苦しめられて最終的に死を迎えると、死域の腫瘍になるということでしょうね。はい、草の王の助けがなければ私もこのような結末を迎えていたでしょう。死域ってそうやって生まれてたのか。過去の研究によると、死域を生み出した元凶は禁忌の知識なの。そして禁忌の知識が完全に消えても、それがもたらした影響はそのまま残る。死域が一緒に消えたりはしないわ。この子たちは長いこと禁忌の知識に苛まれてきた。だから最終的に死域になってしまうのもうなずけるわね。最も悲しく、そして同情せざるを得ない最後だわ。私が故郷を離れた時、このような花が至る所に咲いていました。その花はそれぞれが一つの生命であったことを意味しています。清らかな湖の中から、肥沃な土壌から、私の家から、友人の家から芽生え、どこもかしこも埋め尽くされて、世界は一瞬にして色を失い
混沌へと落ちました。でも問題ありません。私たちの生命の本質、元素力はまだこの花の中にあります。冒険者が刺激を処理した後、私はこっそりと近づくんです。もし仲間の元素力を感じたら、それを連れ出すために。でもそれだと近畿の知識の影響が。いえ大丈夫です。今はもうそれは重要ではありません。彼らが皆最後に故郷へと帰れればいいのです。ずっとあのような姿でここに残り、後も残らずに消えてしまうなんて、あまりにかわいそうでしょう。こうして帰郷の機会ができた以上、少しでも多くの同胞を連れていければ私も嬉しいですから。分かったわ。私たちに任せてちょうだい。私のことを心配してくれているのね。大丈夫よ。近畿の知識はもう存在しないわ。猛毒を持つ蛇と相対するときは慎重を期さなければならない。でも脱ぎ捨てられた皮であれば、それはただの抜け殻に過ぎないわ。何言ってるかよくわかんないけど、とにかく意見が一致したってことだよな。よし、早速片付けようぜ。オイラたち、地域の処理に関しちゃ経験豊富だからな。と、ふ、痛くしちゃうかも。くらえ！みんなは俺が守る！サン、粘りを！よく見ておけ！行くぞ！はびこりなさい。ポン、セ、ダン。キャン、覚えたわよ。キャン。セ。ケイ。失敗。はっ。燃えろ！イェイ！はびこりなさい。風雪の縮図！運動は必要です。私の知る最後の同族まであと少しだったのに。あと少し、この子も耐えていれば。あなたが故郷に帰った後、このような苦しみを二度と味わわないことを祈っているわ。大勢の元素生命が地域の主要になったことを考えると、オイラすごく悲しくなってきたぞ。大丈夫です。元素力が存在している限り、私たちは消えませんから。体はあくまで
時間からの贈り物に過ぎません。成長によって変化は訪れ、時には体そのものを捨てることだってあります。でもその本質は簡単には変わりません。もう少し早くこの子たちを治せていればこんなことにならずに済んだのに。ウリンとこの地に息づく数多の生命のためにも、この子たちを全員見つけ出して治してみせるわ。草の王、感謝いたします。信じることを選び、そして待っていたことは私たちの選択で最も賢明な判断だったようです。あら、待って、情報が届いたみたい。うん、なるほど。ええ、いいわ、わかった、ありがとう。一致するキノコンが一体見つかったわ。今は気絶しているそうよ。おそらく私が陥っていたのと似た状況なのかと。早速行ってみましょう。ええ、そうね、私が案内するわ。収穫があるのはとてもいいことです。ついていきます。禁止。ここよ、もう少し奥にいると思うわ。けどキノコンがいっぱいいるぞ。こいつらは普通のキノコンなんだよな。そうだな、警戒心もかなり強そうだし。どうか戦いは避けてもらえないでしょうか。ここにいるのは全て
私の同族の家族です。種族は違えど、長い間キノコンと一緒に生活してきた私たちはこの子たちのことをとても大事にしています。ちゃんと話せば分かってくれるはずです。じゃあどうすればいいんだ。このままだとお前しか奥に進めないぞ。お前の同族のキノコンを救うにはナヒーダの力が必要だろ。一つ方法を思いついたわ。キノコンの姿になる方法を私にも教えてくれないかしら。あなた様もキノコンの姿に。ですが私たちの成長には時間が必要で。でもナヒーダって神だし、キノコンに変身するくらい楽勝なんじゃないか。いえ、神といえども時間を無視するのはそう簡単なことではありません。なら見つかるリスクを冒して潜入するしかないわね。そうなると戦闘を避けられるとは言い切れないわ。でももし私が力を使うことであなたとその家族を助けられるのなら試す価値はあると思う。わかりました。草の王の元素力は強大なものです。もしかしたらあなた様ならできるかもしれません。時間の制限を超えるには相応の代価を支払う必要があります。これに関する知識をあなた様にお貸ししましょう。変化の過程が少し楽になるはずです。ええ、私の準備はいいわ。キノコンになるなんてきっと斬新な体験でしょうね。草の王、これは遊びではありません。私は真面目に話しているのです。あら、私も真面目よ。冗談など言っていないわ。おいおい、二人ともその辺にしとけよ。ただの語弊だろ。そんなの置いといて、可能性があるならまずは試してみようぜ。そうですね。では草の王、お願いします。うわぁ、本当にキノコになったぞ。悪くない感じだわ。視線の高さはほぼ変わっていないわね。探している子はこの下のそう遠くないところにいるみたい。どの子がそうか見つけてくれるかしら。え、どうすればいいんだ。私がまずあの子たちに近づいてみるから、あなたたちは上から来るといいわ。相手は元素生物だから元素視覚を使うことで区別できるはずよ。見つけたら心の中で正解を念じて。私の視界にあなたたちが映っている限り、私はその心の声を聞くことができるわ。おう、任せとけ。では私は上にいるキノコンたちを他のところに引き離します。あなたたちのために道を開けましょう。わかった。よし、行こうぜ。ここからは二手に分かれる必要があるみたいだ。見回りをしているキノコンは警戒心がかなり強いみたい。迂回した方が良さそうね。
見回りをしているキノコンは警戒心がかなり強いみたい。ナン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 。どうやら気づかれなかったみたい。あのキノコン、しばらく動きそうにないわ。今のうちに通りましょう。